5月28日、ジャクソンの公式ファンアカウント、ジャクソンワンワールドが X、旧ツイッターでナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンを紹介しました。ナンバーアンダーラインアイが最近達成した快挙は、日本の音楽シーンにおける新たな伝説として語り継がれるでしょう。平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータの3人が結成したナンバーアンダーラインアイは、 2024年5月27日にミニアルバム n o オー i n グをリリースし、その中の新曲 BON のミュージックビデオ MV を YouTube で公開しました。この MV は公開後わずか13時間15分で1000万再生を突破し、日本史上最速の記録を樹立しました。翌日の5月29日7時現在、再生回数はすでに1450万回を超えており、 その人気はとどまるところを知りません。ナンバーアンダーライン愛の人気がこれほどまでに急速に拡大した背景には、いくつかの重要な要因が存在します。まず、盆の MV には日本の伝統文化がふんだんに取り入れられており、茶道、襖、襖、紙芝居、団地など、日本らしい要素が随所に散りばめられています。また、三人を模した人形が空を飛ぶシーンは、 世界的人気を誇る漫画、ドラゴンボールへのオマージュとして多くの視聴者に認識されています。このように和のテイストを強調したコンテンツは海外の視聴者にとって非常に魅力的であり、異国情緒を感じさせる要素が満載です。さらに MV の冒頭には、警告、激しい点滅があります、との正し書きが日本語、英語、韓国語、中国語で表示され、 YouTube では10カ国語に対応した字幕が提供されています。これにより、世界中のファンが言語の壁を越えて楽しむことができるようになっています。ここで重要なのは、ナンンバーーアダライン愛が世界進出を視野に入れた戦略を積極的に採用している点です。彼らは4月にアメリカカリフォルニア州で開催された、コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバル、通称コーチェラに出演しました。 この出演は、ナンバーアンダーラインアイにとって大きなターニングポイントとなりました。特に注目すべきは、韓国のボーイズグループゴッドセブンの香港出身メンバーであるジャクソン1とのコラボレーションです。ジャクソンはインスタグラムで3200万人以上のフォロワーを持ち、彼の熱狂的なファンがナンバーアンダーラインアイのボムを紹介したことで、世界中のファンに一気に広まりました。5月28日、ジャクソンの公式ファンアカウント、 ジャクソン1ワールドが X、旧ツイッターでナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンを紹介しました。これにより、ジャクソンのファンであるジャッキーたちが一斉に再生し、その結果、再生数が急速に伸びました。ジャクソンの影響力は絶大であり、彼のファンとの協力関係がナンバーアンダーラインアイの成功を後押ししました。このような影響力は、K-POP アーティストが採用する戦略と類似しており、 はじめから海外進出を意識したプロモーション活動が功を奏しています。K-POP アーティストは、インドネシアやフィリピンなどの若い世代が多い東南アジアの国々で多くのファンを獲得し、そこからアメリカや世界市場に進出する戦略をとっています。ナンバーアンダーラインアイ I も同様の戦略をとり、コーチェラへの出演をきっかけに海外での知名度を上げ、ジャクソンとのコラボレーションでさらに広げました。このように、 海外の著名なアーティストとのコラボレーションは、彼らの音楽を世界中の新しいファンに届けるための重要な手段となっています。さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功には、彼らの音楽自体の魅力も大きく関与しています。ボンは、盆栽をモチーフにした楽曲であり、その歌詞やメロディーには和の要素が強く反映されています。この楽曲は、日本の伝統文化を現代的なサウンドで再解釈し、 世界中のリスナーに新しい音楽体験を提供しています。また、MV の中で描かれる日本の風景や文化は、視覚的にも非常に魅力的であり、多くの人々が何度も繰り返し視聴する要因となっています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、単なる音楽の人気だけではなく、彼らが築き上げたファンダムの力によるところも大きいです。彼らのファンは非常に熱心であり、 オンライン上での活動やプロモーションに積極的に参加しています。特に SN、SNS を通じた情報共有や拡散は、ナンバーアンダーライン愛の知名度を飛躍的に高める重要な役割を果たしています。例えば、ジャクソンのファンアカウントがボンを紹介した際、日本のファンも感謝の意を表し、彼の MV を再生するなど、ファン同士の協力関係が形成されました。このようなファンダムの強固な絆が、 彼らの成功を支えているのです。さらに、Spotify や Amazon Music などのストリーミングプラットフォームでのプロモーション活動も彼らの成功に大きく貢献しています。ヨーロッパのサッカーの試合で Spotify の広告として掲載されたり、日本国内でも積極的にストリーミングサービスを利用するファンが増えており、これが再生回数の増加につながっています。Number I は自己プロデュース力が高く、 彼らの音楽をどのようにして広めるかについて非常に戦略的に考えています。彼らの楽曲は欧米で流行しているイージーリスニング、ブームにもうまく適合しており、そのリズムやラップの要素がヒップホップシーンでも高く評価されています。ナンバーアンダーライン愛の快進撃の先に待つものは一体何でしょうか彼らの成功は日本の音楽業界に新たな可能性を示すものです。 これまでにない国際的な戦略と日本の伝統文化を融合させた音楽スタイルが彼らの独自性を際立たせています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはそれぞれが強い個性を持ちながらもグループとしての調和を大切にしています。平野翔はそのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了し、岸優太はその堅実なボーカルとダンスでグループの基盤を支えています。神宮寺優太は そのカリスマ性と独特のセンスで、ナンバーアンダーライン愛の音楽に深みを与えています。この3人のシナジーが、ナンバーアンダーライン愛の音楽を唯一無二のものにしています。ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つ力は、彼らのライブパフォーマンスでも遺憾なく発揮されます。彼らのコンサートは、ただ音楽を聴くだけではなく、視覚的にも楽しめるエンターテインメントショーとなっています。日本国内だけでなく、 海外でも多くのファンが彼らのライブを待ち望んでいます。特に、コーチェラでのパフォーマンスは多くの人々に強い印象を残し、彼らの名前を世界に知らしめるきっかけとなりました。彼らの成功は、単に運や偶然によるものではなく、綿密な計画と戦略に基づいた結果です。ナンバーアンダーライン I は、日本のエンターテインメントの機種として、 これからも世界中のファンに向けて新しい音楽と文化を発信し続けることでしょう。彼らの今後の活動にはさらに多くの期待が寄せられています。最後にナンバーアンダーライン愛の成功の秘訣は何かと問われると、それは彼らの音楽に対する情熱と世界中のファンと繋がるための努力に他なりません。彼らの音楽は国境を越えて多くの人々の心に響き、 異なる文化や言語を超えて共感を呼び起こします。これからも彼らの音楽が世界中のリスナーに新しい発見と感動を提供し続けることを期待しています。ナンバーアンダーライン愛の未来は明るく、彼らの音楽の旅はまだ始まったばかりです。次に彼らがどのような新しい伝説を作り出すのか目が離せません。